あれ、ピアノがない。ここにピアノがあったと思うのに。ああ、ここはあれちゃんの部屋か。あ、ピアノある。なるほどね、ピアノ、綺麗なピアノ。誰なんだろう、ここにいたのね。あ、お母さん、ピアノ弾くの？え？私、ピアノ弾いてたの？そうか、レイちゃんほとんどの記憶がないんだ。だから、部屋の中もこうなってんだ。ずいぶん寂しいことを言うのね。私は、レイと一緒にピアノを弾くのがずっと夢だったのに。夢？ええ。お母さん、ピアノ弾けるの？少しだけね。私、お母さんのピアノ聴いてみたいな。え？ダメ？ふ、いいわよ。綺麗な音。どうしてだろう、ピアノを弾いてるとなんだか懐かしいような気がしてくる。私、ピアノ弾いてたのかな。まずそっからだよ。おじいちゃんのことも思い出さないと。やっぱりレイちゃんはピアノ上手だね。あ、僕も旅先でいろいろな人の演奏を聞いたけど、レイちゃんのが一番好きだな。あれ？私誰かに褒められたような。おじいちゃん、ルイフおじいちゃんも、ルイフおじいちゃんもだって褒めてあげて。でも、ピアノが弾けるなら本当によかった。だってレイちゃん、ピアノ弾いてるとき、楽しそうだし。どうしてそんなこと言うの？どうして、私にそんなことを。あなたたちは誰？レイ？あ、私また泣いてる。なんでだろう。大丈夫よレイ、今はまだ暗くて冷たくてどうしようもなく寂しいかもしれないけど、あなたは知っているはずよ。あなたを思ってくれる人たちのことを。お母さんはその人たちのことを知ってるの？そうね。教えてお母さん、その人たちは、その二人はどんな人なの？声が聞こえるの。その二人の声はすごく優しくて温かいのに、私にはそれがどうしてなのかわからない。レイは、その二人のことが大好きなのね。おじいちゃんは？そうなのかな？おじいちゃん。レイ。人は、愛してくれる人にしか本当の愛は返せないわ。嘘の愛は、終わりをもたらすだけもの。木は終わりを意味するけど、愛は始まりを意味する。昔の言葉だけど、綺麗な響きでしょ？どういう意味？あなたが相手を大切に思っていなければ、その相手もまたあなたのことを大切にはしてくれないということよ。難しいね。そうかもしれないわね。でもね、あなたもきっともうじきわかるわ。あれ？女の子が倒れてる。どうしよう、助けてあげなきゃ。あら、あ、お母さん、女の子が、助けてあげないと。あの子もまた、ここに来てしまったのね。リーリーまでこっちに来た。レイが望むなら、ここへ迎え入れてもいいわ。うん。
大丈夫かな。それにしても綺麗な子。う、リーリン。あ、気がついた？ん？お前、なんでここに？あ、急に起きなかったら、え、うわぁ！いったー！大丈夫？最悪だわ。大丈夫？って、なんであんたがここにいんのよ？ここどこ？私もちょっとわからなくて。わからないって。そっか。私、魔力は尽きかけてるから。汚い方に取り込まれたのか。もしかし、あなた、もしかして私のこと知ってるの？はぁ？もしかして、私の髪と目の色が変わったからわからないっていうの？え？もともとは違う色だったの？そうよ。今の色、とっても綺麗なのにね。え？え？そっか。レイ、記憶が。何か言った？ううん、別に。ただ、かわいそうになって思って。かわいそう？私が？だってそうでしょ？大切な人を助けるために自分を犠牲にしちゃってさ。それでこんな暗くて悲しい世界に一人放り出されて、寂しくて寂しくてしょうがないよね。ほんとばっかみたい。あなたは寂しくないの？はぁ？何？喧嘩売ってんの？違う、ごめんなさい。ただ、あなたも一人で来たみたいだから。え？ああ。寂しくないのかなって。寂しいわよ。え？ずっと、寂しいに決まってるじゃない。そうだ。何を急に。お母さんのピアノ一緒に聴かない？はぁ？なんでそんなもの聴かないといけないわけ？私も寂しき、すごく寂しくてどうしたらいいかわかんなかったんだけど、お母さんのピアノを聴くと、なんとなく気持ちが軽くなったような気がしたんだ。単純な頭なのね。で、ちょっと待って。例のお母さん、ここにいるの？うん。それじゃあ、例のお母さんってもう、そうだね。例、ちなみに聞くんだけど、お父さんは、どこにいるの？オルビオは、例の父親は、もうここにはいないわ。うわ、びっくりした！お母さん、この人が、例のお友達だったのかしら。そうみたい。そんなこと一言も言ってないわよ。あれ違った？記憶が抜け落ちたからってこんなにバカに拍車がかかる？なんかこう、もうちょっと本能的なもんで感じられないもんかしら。また難しいこと言ってる。ここではあなたはもう何もできないでしょ？え？レイもこう言ってるんだし、少し肩の力を抜いたらいいわ。ここから抜け出すことは簡単ではないとあなたも知っているでしょ？お人よしなのは親子揃って一緒なのね。さあ、どうかしらね。さて、目が覚めたならお茶でも入れましょうか。は？お茶？それがいいよ。起きたばかりだもん。まだ無理しない方がいいと思うし。二人ともいらっしゃい。え、あ、ちょっと。本当にお茶あるんだ。今日だけ特別よ。お母さんありがとう。そうだ、レイ。向こうからお菓子を取ってきてくれない？お菓子？せっかくのお客様なのに何も出さないのは失礼だもの。わかった。お母さんがいなければこれは成立しなかったな、でも。何の真似？どういう意味かしら？私のこと知ってるんでしょ？さあ。とぼけないで。私がレイに何をしようとしたのか知ってるんでしょ？少し落ち着いて。お互い取って食うわけでもないでしょ？それは、うん。はい、これ。何これ。
紅茶、落ち着くわよ。毒なんて入ってないわよ。わかってるわよ。あ、美味しい。それはよかったわ。じゃなくて、こんな悠長なことしてる場合、あんたの娘が北の金に取り込まれてんのよ。このままここにいれば、例の精神が死ぬも時間の問題。なのになんであんたはそんなに平然としていられんのよ。それじゃあ私に何ができるの？それは、私ができることは、迎えが来るまであの子をこうして守ることだけ。それでも、ずっとは守ってあげられない。私もいずれ消えてしまうから。ここにいるってことはあんたも死んでるんでしょ？そうよ。さっき言ったわよね。例の父親はもうここにはいないって。それって前はここにいたってこと？そうね。それじゃあ例の親はもう二人ともいないんだね。不思議に思う？え？父も母もいないのになんであんなにいい子に育ったか。別にそんなんじゃ。誰しも自分と他人を比べることはよくあることよ。別に自分と例を比べてたんじゃないし。それじゃ重ねてたのかしら。そもそも例はどうせ昔からバカみたいに明るくてお人よしで、昔からみんなから愛される子だったんでしょ。そうだったらよかったんだけど。え？私とオルビオが亡くなってからは一段と臆病になってしまって、誰ともあまり話さなくなったの。まるで心を閉ざしたみたいにね。嘘。そんな霊を救ってくれたのが、あの子が今守ろうとしてくれてる人たちよ。銀髪と黒髪の？私は会ったことがないんだけどね。あの二人が。お母さん、お菓子なかったよ。あら、そうだったかしら。うわ、いい匂い。レイはこの紅茶好きだったものね。うん。抜けてるところも親子なのね。何してんの？うわ！急に話しかけないでよ。びっくりするじゃない。ごめんなさい。せめてこの絵かける前に名前呼ぶとかさ。でも私まだあなたの名前を聞いてなくて。え？あー、そっか。リーディンよ。リーディン。綺麗な名前だね。別に、普通の名前でしょ。そう？リーディンはピアノ弾きたいの？なんとなく見てただけよ。どうせ私弾けないし。それじゃあ私と一緒だね。何言ってんの？あんたは弾け、あ。何？何でもない。レイ、試しに弾いてみたら？え、ピアノ？他に何があるの？でも、多分弾けないと思うよ。ものは試しって言うでしょ？うん。記憶が抜けると弾けなくなるもんなのね。だから弾けないって言ったのに。ごめんごめん。一緒に弾いてくれるって言ってたからちょっと期待しちゃった。え？リーリー？リーリーどっか行った？リーリー！リーリー！ん？ここにある本って、例の？どうだろう。本当に何も覚えてないのね。そうなのかな？いや、私に聞かれても。そうだよね。あ、この本。その本がどうかしたの？ずっと読んでみたかったやつだ。そうなんだ。よかったね、リーディン。買ってほしいって、お母さんに。言ったんだけど、買って、もらえなくて。それじゃあこの本リーリーにあげるね。
いいの？うん。あ、でもこの本私のかどうかわかんないんだった。あ、ふん、リーディ？レイって意外といい加減なのね。そんな言い方しなくても。レイがお姉ちゃんだったらよかったのに。リーディン、お姉ちゃんがいるの？うん。なの、お姉ちゃんなんかじゃ。お姉ちゃんなんかじゃない！リーディン。あ、リーディン、いた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 、リーディン。何してるの？火を見てるの。火って嫌いなんじゃなかったっけ？どうして？火は私が取り込んだ色を溶かすから嫌いだったんだけど。皮肉よね。今では見てると落ち着くの。確かに火って見てると落ち着くよね。そうなんだ。自分ちょっと落ち着くかと言われるといい絵の方に入るかな。でもどうしてかな？ん？火は暖かいはずなのに、火のそばにいてもちっとも暖かくならないの。うん。私もよ。え？ずっと。生まれてからずっと暖かいなんて思ったことないわ。どうして？私の髪と目が見にくいから。え？私のこの黒い髪とこの赤い目のせいで私はずっと一人だった。私を見るたび気味が悪い、不吉だって。この髪と目のせいで呪われた子だって。そんな、どうして？綺麗な色なのに。リーリン？うるさい、黙れ！あんたに何がわかるの？私の気持ちなんて、レイにはわかんないよ。どうせレイも、心の中では君が悪いと思ってるんでしょう。そんなことない。私に触るな。あ！冒頭に落とした。あ！リーリン、何か落としたよ。冒頭に落としてたよね。え、あ！なんだろうこれ。すごく綺麗。髪飾り？触っちゃダメ！え？危ないよ。危ない？髪飾りなのに触ったら危ないの？髪飾りなんかじゃないわ。ん？お母さんからもらったの。リーリンのお母さんから？そう。生まれてもらっ、初めてもらったプレゼントだった。リーディン、これあげるわ。きれい！なにこれ？これはね、お守りよ。お守り？そう。あなたが救われるように。あなたが早く死ぬように。え？信じられる？自分の娘に初めて渡したプレゼントがこんな。これね、すごいのよ。こうしてるとただの髪飾りにしか見えないけど、ん？ここを取るとナイフになってるの。なんで？わからない？お母さんは、あの女は、これで私に自害しろって言ったのよ。自分たちが殺せば世間から後ろ指を刺される。だからあいつは、あいつらは、自分で死ねって。そんな、そんなのって。
これはお守りなんかじゃない。これは呪いよ。私が救われるように。私が死ぬように。ぴったりよね。呪われた子に、呪いのナイフ。なんて。レイ？ん？レイ泣いてんの？バカね。なんであなたが泣いてんのよ。だって、リーリンが、泣かないから。え？あ、あ！ごめん。ごめんね。なんであんたが謝るのよ。わかんない。わかんないけど。リリンも、本当に、バカなんだから。なんかおる！変なのがいる！変なのがいる！白いなんか変な人がいる！何？誰？誰？本当だよ。誰の一言だよ。こいつ！人間。人間。入れ物。入れ物。入れ物？レイ、答えちゃダメよ。うんうん。どうして取り込まれないの？え？変だなぁ。そろそろ食べ頃なのに。隣のやつは何？なんだ、ただの死に損ないじゃないか。あいつも次にこっち側になるよ。そうだね。ちゃんと取り込んであげるからね。ま、美味しくはなさそうだけど。頭が痛い。レイ、しっかりして。これ以上近づかないで！なんでかばうの？お前だってその子を食べる癖だっつうに。うるさい！丸臭い残っていれば。お前生意気だな。こんなやつ取り込んでも腹の足しにもならないよ。美味しくなさそうだし。好き勝手言いやがって。リーリー危ないよ。いいから、レイは絶対に答えちゃダメだからね。こうしよう。この生意気なやつ、取り込むのやめよう。返してしまおう。うん、そうしよう。北の館に取り込まれもせず、浄化もされず、生きることも、死ぬことも許されない。暗くて苦しくて、寂しくて、救いなど望めない。悠久の時をこいつにあげよう。レイ！え？リーリン？ああ、かわいそうに。あいつは一生苦しみ続ける。あんなやつ誰が救う？誰も手を差し伸べるもんか。どうしよう、リーリンが。さあ、どうしよう。まずはこの子についてる嫌なものを剥がさないと。わあ、白い人たちこっち来た。お、ああ、お母さん。レイ、遅くなってごめんなさい。うん、何してたんだお前。どっか痛いの？ゆっくり来たね。確かに私の力もあと少し見たい。お母さん、あのリーリンが、ニーニーがいなくなっちゃって。私どうしたら？レイ？もし、あの子に本当に救いたいと思うのなら、あなたが自分の信じる方法で救ってあげて。きっとレイにしかあの子は救えないわ。え？それってどういう？お母さん？少しずつ、この思い出の場所も取り込まれていくわ。レイ、私から離れないで。うん？どうか、あなたの迎えが来るまで私の力を保ちますよ。ああ、まだ、寝たまんまなんだ。
レイ起きないのじゃ。わざわざ言わなくていい。ごめんなのじゃ。だいたい、なんでレイちゃんが悪魔と契約なんて。言ったでしょ？リーリンって悪魔と契約されそうになったから。先に別の悪魔と契約したって。いや、それは聞きましたけど、その悪魔の方が危険だったらどうするつもりなんだよ。タイカも何を渡したのか。こうしてずっと眠ってんのもタイカと関係あるのか。別に体は問題ないんでしょ？ああ、父さんも見てくれたし。じゃあなんで起きないんだよ。多少はぐらかして説明してとはいえ、レイちゃんが悪魔と契約したのはさすがに隠せないよな。バーチ君あたりはそのあたり感づかだろうし、俺とお前らを救うために時間を巻き戻した上に、その対価として自分の体を渡したなんて知ったら、こいつら発狂しそうだしな。知らぬが仏とは言わないけど、どうせ知るなら本人から直接話してもらわないと。こいつは納得しないよ、レイちゃん。だから、早く戻ってこいよ。はぁ、あ。どこ行くの？ここに来る悪魔も随分減ったし、向こうにも他の悪魔がいないがちょっと見てくるよ。それなら僕も行くよ。ん？いろいろ聞きたいことがある。でも、話せることは少ないかも。悪魔と契約してくるのバレてるくせに今さら何を隠すわけ？手厳しいね。自業自得だろ。はぁ、あ。んじゃあ、バルツ君、ちょっとここ頼むわ。わかりました。レイちゃん、なんで起きないわけ？そういうの、おとぎ話とかだけでいいからさ。頼むから、目を開けてくれ。バルツ？レイちゃんの手、こんなに冷たかったっけ？ん？え、バルツ？もし、あなたの帰り道に困っている子がいたら、助けてあげて。きっと迷っているはずだから。その時は、その子の元へたどり着く道、私が作ってあげるわね。バルツ一人になったよ。長い長い通路を通り、セーブポイントがあり、セーブポイントもあったね。ありがたいね。あ、上に行くんだ。なんだ、なんか見たことあるな。このシーン。この道。無限の回廊だ。まさに、暗闇の無限の回廊を、進んでいく。寒っ！目が増えていく。こんなところにレイちゃん。目が増えていくんだよね。お母さん、横になってた方がいいよ。すごく辛そうだよ。お母さん、顔色が悪い。どうしよう。リーリーのことも心配だし。それにさっきみたいに誰かが襲ってきたら。よかった。お母さん？レイ、迎えが来たわ。え？迎え？でも誰が？さあ、行きましょう。さっきみたいに怖い人かな？大丈夫。あなたのためにここまで来てくれる人なんだから。さあ、レイ。せっかく迎えに来てくれたのに待たせては申し訳ないわ。うん。え？
ってことは？いるのか？バルツ！レイちゃん？レイちゃん？うん。え？お兄さん、誰？え？さっきみたいに怖い人だったらどうしよう。でも不思議。この声、どこかで。ごめんなさいね。この子今、記憶が抜けてしまってるの。記憶？この子が対価として渡したものの一つ？対価って。そんなことしたらその記憶はもう。大丈夫。あなたが以前受け取った対価とは少し違うみたいだから。え？向こうに戻れば記憶も戻るはずよ。そんなはずない。対価は、その悪魔は死なないと戻らない。レイちゃんが向こうに戻ったところで記憶は戻るわけ。大丈夫よ。でも、この子は契約した人だもの。約束は必ず守るわ。今はまだ、その時じゃないだけよ。すいません、取り乱して。いいえ。それだけ、この子のこと、大事に思ってくれてるのね。その悪魔のことは信じられないけど、あなたのことは信じます。レイちゃんの、お母さんですよね。こうして会うのは初めてね。お母さん？レイ、大丈夫よ。あまり会いたくなかったかしら？それは俺のセリフです。俺の父は、オルビオさんを。私もオルビオも、あなたには本当に感謝しています。そんなはずない。あいつは、オルビオさんを人体事件に巻き込んだんだ。そんな息子の俺に、なんでそんなことを言うんですか？確かに、ユオはオルビオを、決して人間は踏み込めいけないところで落としてしまった。めっちゃ噛んだわ。やべえ。じゃあ、でも、あなたはユオじゃないわ。もう、彼と自分を重ねなくてもいいのよ。え？辛かったでしょ？彼の罪をその身に背負うことは。バルツェ、あなたは誰よりこの子を守ってくれた。そうだね。なんだかんだでずっといたのはそれが理由なんだろうな。本当にありがとうございます。そんなこと。俺の方がずっと、レイちゃんに守られてんのに。お兄さん大丈夫？え？その、すごく辛そうな顔してるから。大丈夫だよ。それならよかった。レイちゃんは優しいね。そんなことないよ。お兄さん、お名前は？バルツェって言うんだ。バルツェ。ごめんなさい。私、ほとんど覚えてないの。どうしてここにいるかもよくわからなくって。そっか。俺は君を迎えに来たんだ。私を？どうして？君がここにいると、俺が困るから。バルツェが困るの？そう。すっごく困る。どう困るの？寂しくて死んじゃうよ、きっと。だから、俺と一緒に来てほしい、レイちゃん。俺が怖い？少し、素直でよろしい。でもバルツェは、こんなとこまで私を迎えに来てくれたんだよね。ありがとう。そんなの当たり前でしょ？お母さんが言ってた。
誰かが私を迎えに来てくれるって。そう。バルテの声を聞いてると、すごく懐かしい気がするの。だからきっと、バルテがそうなのかな。そうじゃないと、俺は自分を許せなくなる。バルツ、ありがとう。レイ、お母さん、自分がどうすべきか、もう分かってるわね。レイ、顔をお母さんによく見せて。本当に、大きくなったわね。それにとても強くなった。今のあなたなら安心して怒り出せるわ。お母さんは一緒に行けないの？そうね。向こうでオルビオが待ってるから。レイも知ってるでしょ？彼、ああ見えて寂しがり屋なのよ。うん。だからそろそろ行ってあげないと。お別れよ、レイ。忘れないで。私もオルビオも。ずっとあなたを見守っているわ。うん。娘をよろしくお願いします。この身が尽きるまで。もうあまり時間がないわ。さあ行きなさい。ん？急いで、もう時間がないわ。周りが。レイちゃん！あ！お母さん！あなたに会えて、本当に嬉しかったわ。さようなら、私の、最愛の娘。オルビオだ。あ！